ビッグモーター浜松南店は、7月に国交省が行った立ち入り検査で、車検の一部が行われていなかったことや、整備に関する検査でも虚偽の記載があったことなどが発覚。違反点数が検査に入った34店舗のうち最も高い1万3584点に達していました。これを受け、国交省は今日午前、浜松南店に対し、事業者側から言い分を聞く聴聞を実施しましたが、ビッグモーター側は出頭しませんでした。国交省は浜松南店に対し、最も重い処分にあたる民間検査場としての資格の取り消しと、整備事業の60日間停止、検査員の解任命令を出すことを検討していて、早ければ来週にも34店舗一斉に処分を行う見通しです。